だからやっぱ若い子たち、これからこの業界に入ってくる人たちが喜びって給料が上がったりとか役に立てたりとか、うん、でも役に立てないで毎日現場行ったら怒られるんだと、もうなんか俺怒られるために別に働いてないし、コンビニで働いた方がいいのかなってなっちゃうじゃないですか。でそういう伝統的な伝えなきゃいけない技術ってもちろん大切なんだけど、それは3年とか5年やった時に自分が興味が湧いてこういう道に進んでいきたいって言ってからでもいい。まずは即戦力になって人の役に立って、その場で即戦力になる学校を作りたいと思う。はい、どうも、こんにちは。はい、大工のアッキーです。大工のアッキーさん、はい、っていうかこれね、今日これほら、そうなんですよ、これ職人道場ってあるんですけど、はい、自分もあの、ね、この間最近知りまして。アッキーもね、職人さん。そうですね、職人の大工やってまして、デイクで、はい、なんか興味があって今日待ちに待ったんですよ、ものすごく、はい、ね、今日は職人道場というのはどういうとこなのかと、はい、そうなんですよ。アッキーがね、今日初リポーターで、はい、行くわけですね、はい、はい、じゃあいいとこ取り始まるよ。いや、今日は職人道場さん、職人です。いや、広いですね。広い、広いっす。いやー、なんかやってますね。あ、鉄骨やってますよね。ほら、はい、はい、こんにちは。こんにちは。いやー、いや、釘袋ってあるじゃないですか、うんうんうん、いや、かっこいいっすよね。これ後からね。そうですね。これ普通にとって、いや、建物も本当にこれ正解ですね。こういう環境ってなかなかないですよね。っていうかさ、そもそも職人さん の、 その集まったこういう技術を磨く場所っていうのって、はい、あるの、そもそも。まあ私は宇都宮の方にあの、はいはい、訓練校っていうところ行ってたんですよ。訓練校っていうのあるの、はい、一応、はい、自分の時は多分なかったと思うんですよ。 あ、 あったらここ行きたかったっすよね。立派な看板じゃないですか。職人道場。職人道場。ちょっと匠っつう言葉弱いんじゃない？なんかこう。なんか匠ってかっこいいっすよ。かっこいいね。なんか匠。子供にも匠ってつけたいっすね。うわあ、すごい。じゃあ緊張してきましたね。緊張した。なんかワクワク感で緊張感があります。ああ、これ。天井見てください、天井。天井もうあれ下地じゃないですか。もうクロス張ってないっすよ。ザ職人。はい。はい、で、ゴルフ、なんか一部ゴルフルームって書いてます。ゴルフルーム、ゴルフ、まさかここにはいないんじゃないですか。いや、なんかとりあえずじゃ分かんないですけど、まあ、端からってことですね。そうですね、はい、行ってきましたよ。あれ、失礼します。なんかすごい、なんか、うわぁ、すげぇ、びっくりした。169ヤードだから、169ヤードだから、俺は7。本社は東京にあるんですけど、こちらの那須で、青木で、職人の学校と、グランピングを、やってるあの事業者さんに、キャキャビン、コンテナハウスみたいなのを、那須で作って、全国に、販売してます。ルーさん、ルーさん、ルーです。ルーです。メガステップの常務の、 田中と申します。で、今さっきの外にあるキャビンを、全国に販売するっていうので、あ、そうなんですか。あの外にあるやつを、はい、全国に売るっていう。で、お風呂があって、はい、トイレがあって、このキッチンではすごいですね。今はここもやっぱり緊張しちゃって、そう。メガステップの高久です。はい、だいたい5畳の部屋で、綺麗ですね。冷蔵庫があって、テレビがあって、壁を塗るって言っても普段使わない力をやっぱここにいるところでこうなんだトレーニングしないとやっぱ1ヶ月持たない、研修で。いろんな生徒さんが大工の研修とか、はい、ユニットバスの研修とか、仕上げのクロス、あと左官の研修、塗装の研修とか、いろんな人が来てここで出会って、でコミュニケーション取ったり、あ、これはコミュニケーション取るために設置された。そうそうそう、あと外国の、ね、子たちはこと日本人と関わって、あの日本語を勉強できたり、カラオケルームです。カラオケルームバンコク共通みたいな。そう、バンコク共通が、いいです。ここに、あ、いいです。そう、
ここはやっぱりその職人さんとかで料理したり、男も料理したりするのが結構好きで、じゃあ中で何かやって、はいお待ちみたいな。だからそういうコミュニケーションを取ったりして、やっぱりね、昼間の研修めちゃくちゃきついんで、そこをいかにリフレッシュするか、その夜の時間で大きいリフレッシュするかっていうのをちょっと今いろいろ考えてやることです。リフォームとかそういうのだと、一つのユニットバスに対して一人の先生だとすごくこう育てていく効率が悪いから、あ、はい、マンションをしようと思ってたけどそれがダメで、それでなんかいい方法ないかなと思って出てきたのがキャビン。あ、キャビン、そう、まあこれから出てくるんですけど、こういうちょっと小さいユニットの箱に屋根工事、外壁工事、内装工事、水回り、電気、設備、全部ある。でそれをここで作ることができたら、先生もいっぱいいるわけだし、こうだから研修やって実践して、研修やって実践してっていうのを延々と繰り返していける。 できたら売れて、それがまた新しい何もない機体が入ってくるっていうのが繰り返されていくんで、で今キャビン事業っていうのも、だから人を育てるっていう意味で始めてた。あの建物の中では研修をやっていて、でキャビン作ってるのはもうあの生徒じゃないです。ということで、ね、本日はありがとうございました。また次回のお楽しみです。秘密なんで。そうです、秘密です。次回はこちら、研修所ですね。研修所です、はい、楽しみですね。楽しみにしていてください、皆さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。